大阪のキリプテルマンより参りました上田慎之介です。本日はよろしくお願いいたします。今回メインに使うこちらアフロディーテはギリシャ神話の愛と美の女神アフロディーテが由来となっています。アフロディーテにまつわる物語として一つパリスの審判というものがございます。パリスの審判は簡単に説明すると最も美しい女神へと書かれた黄金のリンゴをめぐってアフロディーテとアテナとヘラがの3人が真の黄金のリンゴの所有者を決めるというものです。真の所有者を決めるにあたり羊飼いのパリスが選ばれました。最終的には最も美しい女性を与えるという条件を提示されパリスはアフロディーテを選びました。今回その黄金のリンゴをテーマにしたカクテルをお作りします。黄金のリンゴというとどういった果物をイメージするでしょうか。黄金色に輝くリンゴ、もしくは艶やかなリンゴをイメージされると思います。実は黄金のリンゴといっても様々な説がございます。まず一つ目にはオレンジがあります。オレンジはギリシャ語やラテン語では直訳すると黄金のリンゴですが、本当はオレンジを指す言葉だとされています。それで今回オレンジのキュラソーであるアフロディーテをベースに使用します。こちらを30ミリ注いでまいります。アフロディーテを使うことにより柑橘由来の甘みをカクテルに使います。お次は説明はいらないでしょう、リンゴです。リンゴのブランデーであるカルバドスを20ミリ注ぎします。もう一つの説は実は西洋花梨だったという説です。西洋花梨のマルメロはリンゴよりも歴史が長くギリシャではとても定番なフルーツとなっています。こちらを10ミリ注いでまいります。こちらのリキュールはジンをベースにマルメロを浸水しカビネットワインを添加したリキュールとなっています。こちらを使用することでカクテルにフローラルさとエレガントな味わいを与えます。お次にこちら丘のみかんを使用します。こちらを使用することでカクテルの仕上がりの時に綺麗な黄金の色になるとともにアフロディーテのキュラソーな味わいを高めてあげます。最後に味わいの調整としてライムジュースを15ミリ注ぎます。失礼いたしました、1杯にあたり5ミリ注いでいきます。ここで一度味見をします。それではこちらをシェイクで仕上げてまいります。他のみかんには果肉が含まれているためこちらファインストレーナーでこしていきます。
じゃあ最後にリンゴに見立ててミントの葉を飾っていきます。黄金のリンゴという一つの果物に対して様々な果物の説があるように、カクテルも一つの名前でも作る人や作られる地域によってレシピが変わったりします。こちらどの果物でも正解ではないという思いを込めて、ゴールデンアップルに複数形の S をつけてゴールデンアップルズというカクテルをお作りしました。お待たせいたしました。どうぞご賞味ください。